西部先生異常なしは1930年のアメリカ映画、ユニバーサル映画作品、第3回アカデミー賞最優秀作品賞及び最優秀監督賞を受賞した作品、アメリカ連邦議会図書館が1990年アメリカ国立フィルム登録簿に新規登録した作品でもある。原作、西部先生異常なしは、 第一次世界大戦の敗戦国ドイツ出身のエイリヒマリア・レマルクが1929年に発表し世界的な大ベストセラーになった反戦小説である。戦争の過酷さをドイツ側から描くアメリカ映画としては異色の作品である。第一次世界大戦中ドイツのとある学校。授業そっちのけで愛国心を説く。 老教師の言葉に感化された生徒たちは我先にと入隊を志願、愛国家、ラインの守りを歌いながら教室を後にする。旧長のポールは同級生のフランツ、ムラー、アルバート、ベームらと同じ内務班に配属された。新兵の教育にあたるのは予備役から応召したヒンメルストス軍曹である。普段は気のいい郵便配達員として、 ポールたちとも顔なじみのヒンメルストスだが、軍服に身を包み連兵状に現れると態度が、表編、ポールたち新兵に情け容赦の内蒙訓練を課す。その過逆なしうちに、腹の虫が収まらないポールたちは、検閲に合格して、出生を控えたある夜、泥酔して帰還したヒンメルストスを待ち伏せ、袋叩きにして、鬱憤を晴らす。やがて彼らは、汽車で、 フランス軍と相対する西部戦線へと送られる。一息入れる間もなく、早速初めての任務、鉄条網の布設に駆り出されるポールたちだったが、敵軍の重砲撃の中、一番清穴ベームが無残な死を遂げる。訓練とは全く違う本物の戦争を目の当たりにして衝撃を受ける若者たちに戦場で生き延びていくためのノウハウを授けてくれたのは、 カチンスキーラ文体の古参兵たちだった。連日の戦闘の中、一人、また一人とクラスメイトたちが戦死していく。ある日の戦闘でポールは、砲弾穴へ落ちたが、同じ穴に飛び込んできたフランス兵を突射に突き殺す、はめになる。そのフランス兵のポケットから彼の祭祀の写真が落ち、ポールの胸は痛む。そして数ヶ月が経ったが、戦争はまだ続いていた。 若者たちは一人前の兵士に成長しすでに古参兵の域に達していた。ひょんなことから知り合いになった、フランス娘たちと楽しいひとときを過ごした翌日、ポールは行軍中に砲撃を受け負傷、病院へ送られる。やがて傷もいえ、休暇をもらった、彼は帰郷した。母校では相変わらず、老教師が戦争を称え、愛国心を説いている。 教室を覗いたポールに老教師は生徒たちに戦場での素晴らしい体験談を話して聞かせてほしいと促す。まるで英雄でも見つめるかのように軍服姿の自分に戦望の眼差しを向けてくる生徒たち。彼らや教師が期待するような巧妙談など話す気に慣れないポールは戦場の悲惨さを語ろうとするが実際の戦場も知らず。 愛国心に興奮状態の生徒たちには伝わるはずもなく、ただ彼らを失望させるだけだった。久しぶりの帰郷にもかかわらず、自宅でも心が休まらないポールは休暇を切り上げて、先生へ復帰した。隊に戻るとすっかり顔ぶれが変わり、かつての自分たちのような、幼く不安げな新兵ばかりになっていた。カチンスキーは相変わらずだったが、再会を喜んだのもつかの間。 敵の砲爆撃を受け、ポールの背中であっけなく死んでしまった。長雨の後の晴れた日、戦場は珍しく静かだった。ハーモニカの音が聞こえ、一羽の蝶が飛んできた。残酷からそっと手を出すポール。その瞬間、敵狙撃兵の弾丸が、ポールの若い命を吹き消した。登場人物の設定については、西部戦線異常なし登場人物を参照。 本作品はアメリカ映画であり、登場するキャラクターは、フランス人役以外は英語を話し、名前もドイツ語ではなく英語読みに変えられている。しかし、それを除けば、徹底した交渉、さらに残虐な描写を交えた戦闘シーンによって、当時のドイツやドイツ軍の雰囲気を正確に伝えている。作品の前半、ドイツ兵たちは参戦当初の軍装を身につけている。後半に移ると、 彼らの装備は近代戦向けに改良、省力化されたものに変わっている。こうした変化は実際に当時のドイツ軍で見られたものである。ただし、原作の主人公たちは最初からスチールヘルメットを支給されている。ありがとうございます。